しい。おかげで少しは良くなったぞ。よし、やっぱ隕石を壊すのは正しいみたいだな。ちょうどよかった、旅人。私の崇高なる理想があなたを呼んだようね。これから死者に会うから準備なさい。死者？外交のか？まだ知らないんだな。アデニンという女性がお前たちを暁ワイナリーに招待したいみたいだぞ。アデリン、暁ワイナリーのメイド長が？ああ、知り合いなんだな。そのようですね。そういえば公女の話、お前にはわかるか？オイラにはさっぱりだよ。そろそろ行きましょうか。アデリン、お菓子を用意してくれてるといいな。皆さん、暁ワイナリーへようこそ。メイド長のアデリンです。招待してくれてありがとうな。あなたがアデリン？よろしい。この公女と共にお茶することを許しましょう。アデリン様、我が主断罪の公女フィッシュル、それから私をお招きいただき。自己紹介はいいから、お前たちの肩書きは長すぎるんだよ。あら、個性的な冒険者ですね。白き使徒よ。公女の外交を邪魔しないでちょうだい。ハルトマンという従業員が隕石の件に巻き込まれてしまったのですが、皆さんが隕石を壊した後、ハルトマンが目を覚ましたと聞きました。そのお礼に招待いたしました。それから皆さんにお願いしたいことが。オイラたちは冒険者としてするべきことをしたまでだよ。よろしい、喜びなさい。清泉町に私の守護の光が永劫に輝くことになるでしょう。当ててみるから、まだ通訳するなよ。どういたしましてって意味だな。こんな早くお嬢様のお心を理解するとは、さすがパイモン様。暁ワイナリーのビジネスはリーウェイでも展開してます。荷物の運搬は数日かかりますが、昨日戻る予定だった2人と今も連絡がつかないのです。巻き込まれたのではないかと心配で。ワイナリーは今人手不足ですので、皆さんに様子を見てきていただきたいのです。なるほどな、人探しは得意だから心配ないぞ。よかった、リーウェからだと必ず石門を通りますから、そこを探してみてください。運搬用の馬車は2台、従業員の名前はフリッツとベンです。なん、酒をたくさん積んだモンドの馬車を探してるんだけど、見かけなかったかな。そうね、見てないわね。そっか、ありがとう。
を見かけなかったか？モンドの馬車、一台ここを通ったような気がするが。本当か？どっちに向かったんだ？確かモンドの方へ向かったと思う。ありがとう、助かったよ。様にご依頼され助けに参りました。戻ってこない俺を心配してくれたんだな。実はフリッツの馬車が隕石に破壊されて、まだ敵火州から石門までの大通りにあるんだ。俺が先に荷物を運んで、その後彼を迎えに行くつもりだったんだけど、まさか魔物に囲ま、結構時間が経ったし、フリッツが心配だ。様子を見に行ってくれないか？北州から石門までの大通りだな。任せろ。眠ってるのか？おそらく。いろいろ試したが眠ったままだ。こいつも隕石に触れたんだな。馬車にあった石のことか？心配ない、術で処分した。ところでこいつもってことは他に同じ状況の人がいるのか？この断罪の目はムマがマガイの谷から湧き出すのを見たわ。清泉町の民は今も苦しんでる。ええ、モンドにも深い眠りに落ちて目覚めない方々がいます。この方と同じように。そうか、隕石による影響は結構大きいんだな。この格好、暁ワイナリーの人で間違いなさそうだ。特徴的な服ではないのに、パイモン様は観察力が鋭いのですね。オイラの記憶力はもっといいぞ。
でもこの人と比べたら確かに特徴的じゃないもんな。僕？おお、そういう格好は初めて見たな。僕は稲妻から来た不老に、彼を助けようとしたら君たちが現れたんだ。隕石の件の調査をしてるのか？お、依頼を受けたんだ。我が名は断罪の公女フィッシェル。人々の呼びかけに応じて参上したわ。お嬢様の眷属のカラス、オズです。セピロス騎士団栄誉騎士の大親友のパイモ。へえ、では君がセピロス騎士団の栄誉騎士なんだな。公女は出征した。運命を告げる制裁の雷が悪夢の種に粛清をもたらすこと、期待しなさい。なんだい？こういうやつなんだ、気にするな。おや、何かあったのか？戦艦軍だ。ちょうどよかった、ここに寝てる人がいるぞ。戦艦軍が来たなら僕はお役御免だな。君たちに出会えてよかった。用事があるから先に失礼する。健闘を祈るよ、冒険者たち。またな。オイラたちは人探しでここに来たんだけど、人が倒れてて。状況は把握した。この方は戦艦軍が責任を持って臨時収容所に送るよ。臨時収容所？大きなテントでお世話してくれる人がいるようなところか？ああ、ボージュル館に臨時収容所を作って眠りに落ちた患者を受け入れてるんだ。なるほど、それやっぱまだフリッツが心配だな。オイラたちも行ってみようぜ。仕方ない、特別に付き合った。やっぱりここも清泉町と大して変わらないな。呪いがここまで蔓延しているとは。天空よ、何に怒っているのか。おい、人の多いところで叫ばないでくれよ。ひとまず周りの人に聞いてみましょうか。待て、何者だ。冒険者協会の依頼で隕石を調査しに来たんだけど、こいつの様子を見せてもらってもいいか？冒険者だったのか。ああ、もちろんだ。どんな夢を見てるんだろう。多分あの雪山の夢だよな。フリッツさんはいないようです。他の人に聞いてみ。ここにも眠ってる人がいるぞ。苦しみの棘に束縛される魂、かわいそうに。どうか安らぎを。安らぎ？もちろん、早く治りますようにという意味です。フリッツは一体どこにいるんだ？またですね。罪の釘によって災いの柱に刺されたもの、実に不幸ね。この者たちを目覚めさせる唯一の方法は制裁の雷よ。お嬢様の言う通り、各地の隕石を壊せば皆さんも目覚めるはずです。おかしいな、フリッツはここに送られてないのか？どこにもいないぞ。支配人に聞いてみるか。支配人、
この方でしたら先ほど戦艦軍の方に送られてきましたよ。彼の目が覚めたら早く暁ワイナリーに帰るように伝言を頼めるか。承知しました。ところで一つお願いしたいことがあるのですが。何か困りごとでしょうか。公女の私が助けてあげる。隕石を調査しに来たと戦艦軍の皆さんから聞き、皆さんの話を聞いて、もしかしてモンドの方ではすでに。おう、隕石を破壊すれば眠った人たちを元に戻せるぞ。なるほど、昏睡の原因は隕石ということです。その通りだ。ではお願いできないでしょうか。旅館付近の隕石を何とかしてくれませんか。ありがとうございます。あれは、この隕石は前に見たのよりずっと大きいな。やっ、火を吹け。
元気出せよ。
覚えとけよ。執行官様がお近くにいる。次は負けないからな。パデュイも隕石を調べてるのか。しかも執行官までいるみたいだぞ。怪しい。気をつけた方がいいな。悪夢の種がここまで厄介とは。夜のマヤで粛清はできてもキリがないわね。このままだと断罪の公女としての面目がないわ。確かに破壊に勤しんではいますが、隕石の雨が今も大陸のどこかに降っているとした。いくら壊してもキリがないな。私フィッシュルボン・ルフシュロス・ナフィードットは千の宇宙を旅し、純粋な悪魔でもなく単純な秘術でもない。呪っている。手に入れられない嘆きが諸行無常の運命と交錯することで呪いが生まれる。嘆かわしい。これが人類の宿命なのでしょうか。なんだなんだなんだ。まさか隕石って。人の呪いでなければ人が目覚めないこともないでしょ。死ねないのに生きてるとも言えない亡者、恐ろしいわ。とにかく油断禁物よ。私たちの力だけでは。旅人、運命の人を呼んできなさい。誰だ。プロにお願いしようという意味です。呪いを払うことに関して何かお心当たりは。オイラも思いつかない。とりあえずキャサリンに聞いてみる。運命の時よ、キャサリン。祝福の制約はあなたに教えたはず。そうですね。協力者が一瞬で理解できるなんてキャサリンすごいな。呪術関連はいませんが、先生術師でしたらいますよ。先生術師のモナさんがモンドにいますが、ご存知ですか。今連絡しますのでしばしお待ちを。先生術師か。楽しキャサリン、慌てて連絡してくるなんて何があったんですか。モナさん、こちらは教会の冒険者たちです。先生術で解決してほしいことがあるようです。この100年に一人の天才先生術師モナに依頼するとは。ね、依頼するのはあなたですか。どういう難題ですか。内容次第で手を貸すかどうか決めます。先生術は古くて神秘的な学問です。さまつなことでしたら遠慮させてもらえますか。実はな。隕石の雨がそんなことに。闇はどこにでもある。公女とその仲間だけが光と影の合流する場所にいるわ。モナ様の力が必要です。ん？あなたたちも一緒なんですか。私は断罪の公女フィッシュルボン・ルフシュロス・ナフィードット、同行を許可するわ。断罪の公女、どこかのお姫様ですか。夕夜浄土、いにしえのすでに滅びた国なんて。夕夜浄土を知ってる凡人はそうそういないわ。凡人ではありません。凄腕の先生術師です。よくわかりませんが、占いをすればすぐにわかるはずです。モナ様、どうかお気になさらず。故郷の話をするとお嬢様は悲しみます。あなたほどの方でしたら亡国の公女の気持ち。いや、それは、つまり夢に囚われた者たちを助けるのがあなたたちの目的。そうですね。わかりました。このモナ、ひとまず場所を変えましょう。地脈の流れがもう少し単純な場所がいいです。
広々としていて雲もありません。ここにしましょう。占いを始めます。視界に入らないよう。目視力の探索は済んだかしら？おう、何か結果は出たか？不思議です。こういう結果は初めて見ました。占いの結果によると、この隕石たちは誰かの命の星座らし…命の星座？命の星座って占星学の概念じゃないのか？ええ、しかし私は長い間占星術を研究してきましたので、皆さんの知らないことを知っています。命の星座の星屑は概念ではなく、実際に存在する星のことです。しかし、なぜか隕石となって落ちてきました。原因はまだわかりません。時間が必要です。呪いよ、誰かが呪いをかけたんだわ。呪い？私は星間をかけ、暗闇の威爆から真相を覗いたわ。呪われた大地、人の怨念、苦しんで死んだ者だけがこれほどの憎しみを。この土地の住民よ、一体誰がそんな大罪を犯したの？亡霊を生んだ人こそが真の犯人よ。待ってください。よくわからないのですが、呪い？そのあまり深く考えなくてもいいか。パイモンと旅人が何やら目くばせしてきてます。どういうことですか？わかりました。そう、分かったならよかったわ。共通の認識はチームワークの第一歩です、モナ様よ。契約を交わし、その力を捧げなさい。私たちには闇をかき分ける責任があるわ。必ず成果を上げますから楽しみにしててください。モナ、頼もしい。もちろんです。もっと褒めて。運命の軌跡は補足しました。これから隕石が墜落した位置を割り出します。命の星座の詳細も調べますから、手がかりを入手したら教えてください。この程度の占いは朝飯前ですから気に入って。